画面を2回タップします。すると、このようにメモがね、すぐに書けるようになってるんですよ。めちゃくちゃ嬉しかったのが、ペンの種類がすでにね、5種類入っているんですね。こういった使い方もね、なんかすごくいいなって思って、ちょっとワクワクしてます。折りたたみスマホの Z フォールド5購入して本当に良かったなっていうふうに思ってるんですけど、その理由の一つにサムスンノートがあります。個人的にはグッドノートの良きライバルだと思ってます。サムスンノートってあるように手書きのノートとしてすごくね秀逸なんですね。でさらに PDF リーダーとしても結構優秀ですし、他にもねテキスト入力ができたりします。で待望の Android でも GoodNote が使えるようになりました。でそれを知って Z ホールドをね購入することになったんですけど、全部の機能がまだ使えるわけではないんですね。これが結構ショックで絶望的だったんですけど、それを払拭してくれたのがこのサムスンノートでした。なのでその魅力をね味わってもらうためにも、今回の動画はサムスンノートの使い方、そして後編では活用法を余すところなくねお伝えできればなっていうふうに思ってます。この動画は特にね折りたたみスマホを検討している人ぜひ見てもらいたいです。サムスンノートが一つのね創作につながることが分かってもらえると思います。早速余談から入ってしまうんですけど、今こちら開いてるのが私のスマホの中身となってます。カスタマイズ方法に関しては一つ前の動画で紹介しています。カスタマイズ方法知りたいよっていう方はぜひねご覧になってみてください。ちなみに iPhone でも使えます。まずはちょっとした裏技からお見せします。今私が使っているのが Z Fold 5の S ペンが付いている純正ケースになります。純正ケース、こちらにですねボタンが付いているんですね。ボタンを長押ししながら画面を2回タップします。すると、このようにメモがねすぐに書けるようになってるんですよ。これ結構すごくないですか？これ面白いのが、画面をオフにした状態でも適用可能なんですね。そして保存を押していただくと、すべてのノートでも確認が可能です。また先ほど知ったんですけど、ファイルの中に画面オフメモというところがあります。ここのフォルダの中で確認できるので、ぜひね活用してみてください。ではここから詳しく機能をね見ていきたいと思います。すべてのノートというところで、今まで自分がメモをしたノートとかっていうのをこちらでね確認できるようになっています。でメモが溜まっていくと、やはりねどのメモがどこに行ったのかっていうのが分かりづらくなってしまうので、ここでまずはフォルダをね作成していただきたいんですね。実際にフォルダをタップすると、私はこのように保存していて、メインのフォルダはもちろんなんですけど、例えばこのトピック、このトピックっていうメインフォルダの中に過去問、単語帳っていうふうにフォルダをね分けることができるんですよね。ここで整理を一旦しておいて、そして自分が見たいものをすぐに取り出せるようにするっていうのがね、一番ね、いい運用なんじゃないかなというふうに思ってます。フォルダの作成方法を紹介します。この点点点というところが他のオプションという機能になってるんですね。ここからフォルダ作成でフォルダがね、作成できるようになってます。今回はわかりやすく、テストフォルダにしておきます。色は紫にしましょうか。こちらで追加をします。するとこちらでテストフォルダが確認できます。そして名称やカラー、途中で変更したいよっていう場合もあるかと思います。その際はテストフォルダ、こちらを長押しをしてフォルダの色だったりとか名称の変更をこちらでできるようになってます。では実際ノートの中身見ていきましょう。右下にノートのマークがありますね。こちらをタップするとメモがね、すぐに取れるようになってます。まずはね、まっさらな状態になるんですが、設定もね、可能なんですね。右上に点々点のマークがあるので、ページのテンプレート、こちらからいろいろ設定できるようになってるんですね。今回はわかりやすくするために、こちらにしましょうか。また、背景色もいろいろ用意されているんですね。ブルーとか、パープルとか、いろいろ使用できるようになっています。今回見やすくするためにね、グレーで設定したいと思います。またファイルのテンプレートの下に行っていただくと、ダウンロード済みっていうところがあるんですね。ここのプラスマークを押すと、ギャラリーから挿入をして、継続して使っていくっていうこともできるんですよね。なので自作のノートを作って、あらかじめ組み込んどくっていうのもね、時短につながっていいと思います。で、タイトルもこのようにテストノートで設定していきます。まず注目していただきたいのは、こちらのペンモードです。個人的にめちゃくちゃ嬉しかったのが、ペンの種類がすでにね、5種類入っているんですね。この一つ一つのペンが非常に個性豊かで素敵なんですよ。一番左が万年筆。
カリグラフィン、そしてペン。で、個人的に大好きなこの鉛筆。最後毛筆になりますね。実際にね、右側で文字を書いてみたんですが、いかがでしょうか。同じ人が、まあ、同じあいうえを書いたんですけど、結構一つ一つペンの質感によって世界観変わってきますよね。で、やっぱり個人的に気に入ってるのはこの鉛筆ですね。私がグッドノートを使っていて不満にね感じていたのが、こういった鉛筆機能がなかったことなんですよね。ただ鉛筆にするだけで非常に優しい印象になりますし、本当にね字が綺麗に写るんですよ。もうめちゃくちゃ気に入っています。ありがとうございますっていう感じですね。で、ペンの機能でいろいろと補足していきたいんですけど、この真ん中、赤、水色、ネイビー、この3色あると思うんですけど、ここで使いたい色を設定しておくと、すぐにワンタップで切り替えることができるんですね。例えば今現状鉛筆を開いてるんですけど、ここで設定をしなくても、すぐにね、水色で切り替えるっていうことができるんですね。これを赤で設定すると赤になりますし、ネイビーで設定するとネイビーに変更されます。この3色は確かねデフォルトの設定だったと思うんですけど、すごくね色合いが美しくて、この辺もね素敵だなと思いました。そして勘のいい方はもうすでにお気づきかと思うんですけど、実は色やペンを変更した時、画面に触れる前にこのように鉛筆の赤が今適用されてますよっていうのを表示させてくれてるんですよね。ここも書く前に確認せずにすぐに書けるのでめちゃくちゃいいなと思いました。そしてペンの種類、色、太さ、お気に入りのものを星で設定するっていうことができるんですね。例えば3番目のペン、こちら21の太さでまっすぐ書けるように設定したいですってなった時に星を選択しておくと、この隣のお気に入りのペンですぐに書けるようになるんですよね。ペンってたくさんあってもやっぱりお気に入りの色とか太さとかあると思うので、ここでたくさん保存をしておいてすぐに選択できるっていうのはねめちゃくちゃいいですよね。で、次にマーカー蛍光ペン見ていきましょう。ここも大きく4種類用意されているんですね。こちらになりますね。で、1つ目が蛍光ペンです。これは自分で書いた通りにそのまま反映してくれるペンになります。で、次が直線蛍光ペンですね。これはこのように引くと線をその名の通りほぼ直線に書いてくれるものなんですよ。やっぱりね、まっすぐ書くの難しかったりするので補正助かるんですよね。3本目がマーカーです。ちょっと太さ調整をしてこのように書いてみると、先が丸くなっているの分かりますかね。これはこれですごく使えそうだなって思いました。で、最後4つ目が直線マーカーになりますね。先ほどのペンが直線で書けるものとなっています。色もねかなり用意されていますし、この濃さとかっていうのもね調整できるので、本当に自分好みのペンを探せるようになるんじゃないかなって思います。次にね消しゴム詳しく見ていきましょう。大きく4つかなって思います。まずは線消しゴムですね。これは純粋に、まあ、線がそのまま消えるようになっているんですけど、この黄色い蛍光ペンを消したいなっていう時、ポンって押すと該当箇所がさらっと消えました。これ気持ちいいですよね。で、次にエリア消しゴムを見ていきましょう。これはそのエリア部分的に消すことができるっていう機能になりますね。この赤ペン一部分を消したいってなった時にどうでしょう。この真ん中が、消えたの分かりますかね。ここもやってみましょうか。こういう感じですね。ちなみにこのエリアの太さっていうのはこのように調整が可能です。で、次に蛍光ペンのみを消去という風に設定すると、このあいうえを消さずに、この蛍光ペンだけを消せるようになってます。学生さんとかで、まあ、ペンとね、蛍光ペンを、まあ、サムスンノートで書き記すっていう場合もあると思うので、そういった時に蛍光ペンだけ消せると結構便利だと思いますよ。で、最後、すべての手書きを削除になります。これを押すと、その名の通りパッと消えます。では次に消しゴムの下の選択モードですね。これはグッドノートでいう投げ縄ツールみたいなものになります。該当のものをこのように選択をすると、移動はもちろん、サイズを小さくしたり大きくしたり、コピーしたりすることもできます。
で、コピーするとクリップボードにコピーしましたと表示されます。例えばこれどういうことかっていうと、後ほど紹介するテキストボックスという機能があるんですけど、ここで貼り付け、こちらを添付するとクリップボードにコピーされたものがそのままペーストできるようになってるんですよね。で、もちろんこちらでコピーしたものが長押しして貼り付けを押すだけでその場で反映させるということもできたりします。やっぱりアナログにはないデジタルの良さっていうのは、いちいち書いたり消したりを繰り返さなくてもいいところなんですよね。例えばこの選択モードで選択した一部のものをこちらに移動させるっていうこともできたりするので、すごく時短につながるんですよね。次に手書き補正の機能を一つ一つ見ていきましょう。結構ね、サムスンノートもね、この AI の機能すごいなって思いました。注目してほしいのが、この S ペンでテキスト入力、次に傾き補正、そして最後にテキストに変換ですね。これを一つ一つ解説していきます。で、まずは S ペンでテキスト入力見ていきましょう。これはその名の通り、S ペンで書いた手書きの文字をテキスト入力に変換してくれるものなんですね。今選択してテストと入力します。するとこのようにテストって変換されましたよね。これさらにすごいのが、日本語のみならず他の言語も設定できるんですよ。この一番左の設定をタップしてもらって、まあ、言語を追加というところがあるので、ここで追加してください。私結構ありがたかったのが、この韓国語の変換もできるんですよね。韓国語を設定して完了を押します。するとアンニョンハセヨ、こんにちはっていうふうに記入してるんですけど、無事に変換がされました。これ結構すごくないですか？この応用編なんですが、例えばチェックボックスを選択します。で、ここで記入すると、ちょっとしたトゥードゥーリストで使えるんですよね。例えば、撮影。ここからさらに、編集。こういった形で記入しておいて、終わったらこのようにチェックすると反映されるんですよね。手書きはすごくありがたいけど、自分のね、字がそんなに好きじゃないんですよねっていう方もいらっしゃると思うんですよね。そういった方にもこういうふうにアナログとデジタルを融合させる使い方っていうのは結構生きるんじゃないかなって思います。で、次に傾き補正をね、見ていきたいと思います。例えば、あいうえおって記入したとします。で、傾き補正をタップするとどうですか？一瞬で変わったんですけど、気づきましたか？ちょっと傾いて今わざと書いたんですよ。で、これを傾き補正、ちょっとね、極力まっすぐにしてほしいなっていう時にタップすると、ワンタップで手書きを認識してそれを正してくれるようになるんですよね。で、最後にテキストに変換っていう機能を紹介します。この機能は最初は手書きで書いたけど、途中でテキストにね、変更したくなったよっていう場合もあると思います。そういう時にね、使える機能になるんですね。あいうえおで書いてみます。で、これをテキストに変換を押すと、あ、うまく反映されましたね。変換すると、テキストに無事反映されました。あと、テキストに変換の他の機能として、コピーもできます。今選択した状態で、まあ、うまく反映はされてないんですけど、一応認識はしてくれました。これをコピーします。で、組み込みたいところに長押しをして貼り付けを押すと、ここで反映がされるっていう感じですね。次にスタイルを変更という機能を紹介します。これもね、地味に使えると思いますよ。今、色選択ができるようになってます。これを試しに青で選択します。これどういった機能かっていうと、この緑のマーカーを青に変更したい場合にワンタップで変えられる機能になってるんですよ。これ結構すごいですよね。例えば学生さんで蛍光ペンでちょっと色分けをしたいってなった時に、本当は緑のものなんだけど赤にしちゃった。で、それを緑に変更したいっていう時に変えられるような設定になってるんですよね。こういう感じでワンタップでできるようになってます。で、さらにすごいのが、ちらっと見えてますけど、紫に変更して紫に変わりますよっていうのが矢印で表示してくれてるのがすごいですよね。これもね、結構これから使えるんじゃないかなっていうふうに思います。あとは図形を自動補正という機能もあります。これはどういうものかっていうと、丸、三角、四角、直線、
みたいな感じで、綺麗にね、形を自動補正してくれるんですよ。なので、手書きではなくて、丸棒でこう綺麗に書きたいよっていう場合に、まあ、丸棒を書いてもらって、で、そこでペンでいろいろ、こう書くっていうこともできたりしますね。他の機能として、上側を見ていただきたくて、クリップのものが挿入という機能になるんですけど、ここでもね、いろいろできるようになってるんですよね。例えば、画像から複数選択をして、ここにね、貼っていくっていうこともできます。で、もちろんこのように調整も、可能ですね。あとはカメラ機能もあります。次にスキャンという機能もあって、これはね、結構有効的なんですね。スキャンしたいものを写真撮ります。すると自動認識してくれるので、完了を押します。で、先ほどスキャンしたものがここで表示されました。ペンでメモを残すことも可能です。で、さらに PDF を入れることもできます。これは後で紹介しようと思ってるんですけど、私の場合、紙の本を PDF 化してもらって、それを入れて語学学習をしてるんですよね。もちろんね、PDF の上からメモを残すので、チェックマークを入れたり消したりっていうことも自由にできます。さらにすごいのが、音声録音ファイルという機能。これは、録音をしたものをそのまま挿入することができるんですよ。なので使い方としてこれがいいのかどうかはちょっと一旦置いといて、講義の途中で録音したものをこのノートに記録したいっていう場合あると思うんですよね。そういった時に録音したものをこのノートにメモに残せるので、必要な時にねすごく助かる機能なんじゃないかなと思います。そしてスケッチっていう機能ですね。これも面白いんですけど、ペン機能の進化版みたいな感じなんですね。例えばこちらの筆なんですけど、こう書いてみるとすごくね味のあるなんかペンなんですよで、このスマッチブラシっていうものを使ってあげるとなんかね滲むんですよ。こういう感じでめちゃくちゃなんかかっこいいですよね。スケッチってあるようにやっぱりちょっとクリエイターさん向けなんですかね。さらにね、手の込んだ絵とかそういったものを描きたい人は、まあ、使える機能なんじゃないかなっていうふうに思います。ちなみに私はそんなに使えてないです。で、これを完了をしてもらうと、先ほどスケッチしたものがこちらにね反映されました。もう一回タップすると編集加えることできます。こういう感じでね、追加でできるので、また完了をしてもらうと反映されるっていう感じですね。あと細かな機能を紹介します。虫眼鏡を押すと検索ができるようになってます。例えばこちらでテストを入力すると、テストこちらに書かれてますよっていうふうに検索をかけることができるんですよね。PDF の中で書かれている単語っていうのを検索をかけることまでできないんですよね。そして全体の中で検索をかけることはまだできないんですね。あいうえおっていうふうに書いてるものもあるんですけど、このテストノートにあいうえおがここに書かれてますよっていう機能まではまだないので、ここも今後のアップデートに期待したいと思います。あとは、このツールバーの設定からサムスンノートの設定いろいろできるんですよ。いろいろあるので割愛するんですけど、中でも使えそうだなっていうもの一つだけピックアップして紹介します。下の方に行っていただくとツールバーをカスタマイズとあります。これをタップすると表示非表示をこのようにカスタマイズできるんですね。で、正直私の場合テキスト入力そんなにするわけではないので、この機能は正直ねいらないかなっていうふうに思ってます。で、またロックもそんなにいらないかなと思ってます。で、これをそのまま戻るとその設定のまま反映するので、より色物だけを残しておいて厳選するっていうこともできたりします。編集後に気づきました。テキスト入力どれくらいできるのかっていうのがね動画撮れていませんでした。まあ、通常のメモのような機能はサムスンノートでもね揃っているっていう感じです。ただ私ほとんどメモではなくてノートとして活用しています。横形とかね、方眼を使っていても、そのね、枠の中にね、収まる感じではないんですよね。隙間がね、結構空いてたりして、ちょっとね、違和感を感じるので、私はノートだけで使っています。ただメモをね、使えるよっていうところを知ってもらえたらと思います。では、ここから応用として活用術になりますね。私が現状使っているのは、まあ、大きく3つのポイントで使っているので紹介します。まず1つ目が語学学習になりますね。先ほどお伝えしたと思うんですけど、PDF を取り込むことができるんですね。
今こちら PDF 化した本を取り込んでいる状態になりますね。例えば単語帳の場合、この単語が仮にわからない場合、チェックを入れて、わかるようになったら消しゴムで消すっていう風にしてるんですね。で、Z フォルダが開くとタブレットのようになるので、いつでもどこでも隙間時間で勉強ができるようになるんですよ。また非常に嬉しいのが、見開き表示が可能です。私が GoodNote でめっちゃ絶望していた機能があったんですよ。PDF を見開きで見れるようになったらめっちゃ嬉しいのになと思ったんですけど、できなかったんですよね。例えば、GoodNote で言うと、こういう感じで1枚1枚表示させるっていうことはできると思うんですよね。ただ私は見開きでしたくて、どういうことかっていうと、ページの設定からスクロールの方向っていうところがあって、これを一番右の2ページ横向きになると、本を開いた状態で、こういうふうに次のページ、次のページってスクロールできるんですよ。11インチの iPad の場合、やっぱり縦表示だけだと横がすごく余っちゃってもったいないんですけど、見開き機能がなかったがゆえに、こういうことができなかったんですけど、サムスンノートで無料でできちゃうんですよね。サムスンノートのいいところは、ノートメモ機能はもちろん、PDF リーダーとしても結構使えるんですよね。ここも本当に個人的にはめっちゃありがたいですね。一つ目で結構語ってしまったので、ちょっと次いきますね。次の活用術としては、アイディアのストックですね。これも結構使えます。私はアイディアっていうフォルダを入れているんですね。ここにいろいろといいなって思ったもの、メモに残していきたいなって思ったものを、どんどん入れていくんですよ。内容バレたらちょっとやばいなと思ったので、ちょっとこれだけになっちゃったんですけど、実際に試してみましょうか。例えば今スクショしたいってなった時に、開いた状態でこのようにスクショすることができるんですね。スクショしたものもギャラリーに行きます。タップするとマルチタスクで2画面表示されるんですね。で、メモを開いてスクショしたものを取り入れるとこのようにできるので、あとはペンでこのようにしてメモを入れるっていうこともできたりするんですね。とりあえず思いついたアイデアとかいいなって思ったものを取ってすぐにこう手書きでメモを残せるっていうのめちゃくちゃありがたいんですよ。で、最後3つ目がデジタルジャーナルもちょっと挑戦しています。本当に始めたてなんですけど結構いいかもって思ってるんですね。この、カレンダー、ウィークリーカレンダーをキャンバで私ちょっとテストで自作しました。どういう仕組みになってるかっていうと、曜日と日付がありますね。で、その横に3つにこうブロック分けされてると思うんですけど、これそれぞれ朝、昼、晩でこれをやろうっていうのを、ざっくりしたスケジュールを立てるようにしているんですね。で、今真ん中の部になります。撮影を終わったと仮定しましょう。チェックボックスを押して、スケジュール管理をするみたいなことをしているんですね。こういった使い方もね、なんかすごくいいなって思って、ちょっとワクワクしてます。で、私、GoodNoteで試したこともあるんですけど、なかなか続かなかった理由として、やっぱり鉛筆機能が使えなかったのが相当自分にとっては大きかったみたいですね。字が綺麗に書けなくて、もうモチベーションが上がらず続かなかったんですけど、やっぱり鉛筆機能が使えることでモチベーション上がったんですよね。ダウンロードしたキャンバのアプリなんですけど、またね、さらにありがたいのが、今キャンバのアプリを開いています。で、ダウンロードしたいってなった時に、ダウンロードをしてサムスンノートの既存のノートに追加っていう風にできるんですよ。ここもすごくキャンバとのね、相性が良かったので、ちょっと続けていけそうだなっていう風に思ってます。これ使ってて驚いたマイナスポイントがあるんですけど、これ使い方注意なんですよ。どういうことかっていうと、PDF に取り込んで、その上に文字を書いてるんですけど、なんと文字と PDF バラバラなんですね。今表示されてるものが PDF をタップすると消えますよね。PDF をね、ちょっとちっちゃくしたいってなった時に、どうですか？この分離してるのわかりますかね？で、長押しをして、設定からすべてを選択っていう風にしてやっても、なかなかちょっとうまくいかなくて、おそらくグループ化して一緒に動かすっていうのはできないはずです。私がまだ分かっていない場合もあります。その際はコメントで教えていただけると非常に助かります。はい、というわけで今回はサムスンノートでできること活用法一気に紹介してきました。かなりてんこ盛りになってしまいましたが、つまずいた時にはね、ぜひまた遊びに来てもらえたらと思います。また次回の動画でもお会いできたら嬉しいです。以上のいでした。
バイバーイ。